こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。ガタガタブルブル。どうしたんだ霊夢、今日はやけに顔色が悪いじゃないか。あー魔理沙じゃない。実は昨日の夜、日本の歴史上に存在したたたり伝説をまとめた本を読んだのよ。非業の末路を遂げた人たちが、怨霊になって宿敵の命を奪った。なんて話が、歴史上たくさんあるって知って、怖くて眠れなくなっちゃったのよ。なるほど、確かに日本には、凄まじい恨みを残して命を落とした者が、死後に恐ろしい亡霊となって、関係者や社会全体に最悪をもたらした、みたいな逸話が結構残っているもんな。強い恨みというのであれば、日常的に首の取り合いをしていた戦国時代なんて、怨霊の話が多そうだけれど、やっぱりレベルの高い怨霊ネタとかあったりするのかしら？そりゃあもちろん存在するぜ。特に有名なのが、西軍の将として関ヶ原の戦いで命を落としたが、死の直前、西軍の裏切り者小早川秀明をたたり、本当に彼の命を奪った大谷義継の逸話だな。あの天下分け目の戦いにまつわるたたり伝説があったの？それはぜひとも教えてほしいわ。よし、じゃあ今回は大谷義継による有言実行のたたりについて解説していこうか。有言実行って部分がちょっと気になるわね。ちなみに生前の大谷義継は、たたりとは無縁に思える超誠実な男だから。彼の人となりを知った上でたたり伝説を聞くと、より楽しめるんじゃないかと思うぜ。普段おとなしい人ほど、ガチギレした時手がつけられなくなるというあれかしら。それでは、ゆっくりしていってね。秀吉の隠し子？じゃあ最初に、大谷義継がどんな男だったのかを簡単に紹介していこうか。ご奉行ってこと以外はほぼ知らないから助かるわ。大谷義継は、小姓として秀吉に仕えた、彼の生え抜きの家臣の一人で、武士として成長した後は、中国攻めや奇襲征伐、九州征伐など、秀吉の重要な戦に従軍し、彼の天下人への道を支え続けた男だぜ。そして最終的には、さっき霊夢が言ったように、豊臣政権の事務方の最高峰である、ご奉行にまで上り詰めているな。秀吉の生え抜きの将とは言っても、もともとはただの小将だったんでしょ？なのに、他の大名や実力者を押しのけてご奉行にまでなっているなんて、結構なレベルのスピード出世だったんじゃ。ほほう、なかなかいいポイントに気づいたじゃないか。霊夢の言う通り、義継の出世の速さは昔から人々の注目を集めていて、なんと、義継は秀吉の隠し子説まで囁かれるに至ったほどなんだ。隠し子って、いくらなんでもそこまで行くと突飛すぎる気がするわ。だが、いくつかの説を重ね合わせてみると、全くの眉唾とは言えなかったりするんだよ。どういうこと？まず一説によると、大谷義継の母親であると考えられている女性は、秀吉の正室姉の次女の一人である可能性があるんだ。そして、秀吉は昔から女癖が悪かったことで知られているから。ああ、奥さんの次女に手を出した結果、義継が生まれたって話になるのね。よりにもよって相手が正室姉の次女ってあたりも、秀吉が義継を実子として認めなかったことに、信憑性を与えている気がしてきたわ。姉が秀吉の浮気に厳しかったってのは、結構有名な話だもんな。また義継の義の字も、秀吉が己の義の字を与えた可能性が考えられるだろ。ああ、なるほど。隠し子説を知った後だと、義継の名前が意味深に見えてくるわ。この隠し子説には決定的な証拠がないため、都市伝説の域を出ない話ではあるんだが、もし大谷義継が本当に秀吉の隠し子だったのであれば、彼がここまでのスピード出世をしたことにも、一定の説明がつきやすいことも事実なんだよな。けどいくら秀吉でも、隠し子ってだけで義継を重職につけたりはしないでしょ。隠し子説の真偽はともかく、義継はそれなりに優秀な人材だったのよね。ああ、義継が武勇として高い能力を持っていたのはもちろんなんだが、能力面においても、秀吉の隠し子説を補強するような部分があるんだ。まだ材料があったの。天下人豊臣秀吉といえば、戦の常識を破壊した奇将としても有名だろ。そうね、秀吉は前線で敵兵を倒すやり働きというよりも、巧みな戦略戦術で軍を動かして勝利する、奇将タイプの将というイメージだわ。だろ？そして大谷義継がその才を発揮したのも、大勢の兵を動かす軍師としての役割だったんだ。義継が持つ軍才は、まさに非凡と言って差し支えないもので、あの天下人秀吉をして、義継に100万の兵を与え、自由に指揮させてみたいものだ、と言わしめた、と伝えられるほどだぜ。秀吉からそこまでの称賛を受けていたなんて、ここまで来ると、私も隠し子説を支持したくなってくるわね。ちなみにこれはこぼれ話なんだが、義継が娘を嫁に出した関係で、かの戦国屈指の奇将真田幸村は、大谷義継の義理の息子になっているんだ。おお、希代の奇将と奇将が親子になるなんて、なんだか運命めいたものを感じるわ。石田三成との友情。大谷義継について語るのであれば、石田三成との友情は外せない要素だぜ。あ、ちょっとだけ聞いたことあるわ。二人は親友と言えるほどの仲だったんでしょ？
その通り、もともと大谷義継と石田三成は、共に近江衆と呼ばれる。秀吉が長浜城主になって以降に彼の家臣になった同じ派閥の中だったんだが、彼らが生涯の友となったきっかけは大阪城で催されたある茶会だったと言われている。茶会がきっかけで親友に？二人ともそんなに茶道が好きだったのかしら？いや、単純に趣味があったとかって話じゃねえよ。この茶会では参加者がお茶が入った茶碗を一口ずつ回し飲みする方式が取られていたんだが、参加者にとって当時の義継と回し飲みをすることは恐ろしい行為だったんだ。どうして？この時代の武士って間接キスに照れるほどピュアだったの？それだと恐ろしい行為とは言わないだろうが、この席で義継が敬遠された理由は当時の彼が皮膚病を患っていたからなんだ。何の病だったのかは諸説あるが、ハンセン病説が有力視されているな。それはとても気の毒ね。あ、もしかして義継が特徴的な白ずきんをかぶっている理由って気づいたか？そう、病の影響が出たかを一目にさらさないためだったと言われているな。この時代では治療法や感染経路などの正しい理解がまだ進んでいなかったため、茶会の参加者は茶の回しのみで義継の病がうつるのではと恐れ、ほとんどの者が口をつけたふりだけして茶碗を次の者に回していったそうだ。医学が発達していない時代だとこういう誤解による悲劇も起きちゃうわよね。そんな嫌な空気が漂う茶会だったが、ここで三成だけは違った行動に出たんだ。他の者が恐る恐る飲むふりをした茶碗を受け取ると、何事もないかのような態度で普通に茶を飲み干し、特に嫌な顔をすることなく、さらにはおかわりまで要求したんだ。こうして石田三成の心意気に感じ入った義継は、彼をかけがえのない友と認識したそうだ。何このイケメン、私が義継でも惚れちゃいそうだわ。ただ、この有名な二人の友情エピソードだが、出どころがはっきりしていないって点は留意しておく必要があるな。そうなの？じゃあ構成の創作って可能性もあるのね。まあ、そう考えてしまっても仕方がない部分はあるよな。ただし、あの関ヶ原の戦いにおいて、もともと東軍につくつもりだった義継が負けを覚悟で三成についたことを思うと、これくらいの出来事が実際にあったとしても不思議はないんじゃないかな。ちょっと待って、今さらっと流したけど、義継って最初は東軍側に合流するつもりだったの？なんだ、知らなかったのか。じゃあここからは関ヶ原の戦い開戦前の大谷義継の動きについて解説していこうか。一体義継の中で何が起こったのかしら。共に殉じる覚悟。秀吉亡き後、五大老の筆頭格だった徳川家康と五奉行の石田三成が対立を深めていったんだ。家康からすれば、秀吉という目の上のタンコブがいなくなったわけだし、彼の死後、豊臣政権の乗っ取りを狙わない理由なんてないわよね。両者の対立が深まるにつれて、多数派工作が激化していくと、家康は豊臣恩子の武断派武将を己の派閥に引き入れ、勢力拡大を図った。そしてさっきも話した通り、当初は大谷義継も家康に味方する腹積もりだったんだよ。ここが疑問だったんだけど、義継は三成の親友だったんでしょ？なのに家康側につこうとしていたっていうのがちょっとモヤモヤするのよね。義継は三成の親友だが、同時に優れた大局観を持つ武将でもあるからな。三成では当代一の実力者となった家康には勝てないだろうと自局を読んでいたから、せめて自分が間に入ることで三成と家康の仲を取りなそうと考えていたんだよ。義継は現実的に物事を考えた上で三成のために動こうとしていたのね。その一環として、義継は上杉家討伐を目的とした家康の会津征伐に参加した際、道中で沢山城に立ち寄って、三成の嫡男を自分の軍に預けるよう、彼に説得を試みたんだ。なるほど、頑固な三成本人の頭を家康に下げさせるのは難しいだろうから、代わりに三成の嫡男を家康のために働かせて、石田家が謝罪した体を作ろうとしたのね。だが三成は義継の言葉に耳を貸さず、逆に家康を討つべく挙兵する計画を義継に話し、彼に協力を求めたんだな。ああ、この空気の読めなさ。これぞ石田三成って思えてきたわ。最初から三成では家康に勝てないだろうと考えていた義継は当然強固に反対し、お前では家康に勝てない、無謀な計画だと3度にわたって説得を試みたそうだ。しかし何度説得しても決して折れない三成の思いの強さに義継は心を打たれてしまい、最終的には敗れることを予期しながらも息子たちを引き連れて西軍へと参加しているぜ。敗北が分かっていながら、それでも息子ごと三成に味方するなんて、義継は自分の命どころか、お家の命運に至るまで無二の親友に捧げたってことよね。これほどの友情エピソード、戦国時代全体を通しても他にお目にかかれないと思うわ。義継がどれだけ義理がたい男だったのかが伺える、とても感動的なエピソードだよな。関ヶ原に散る。こうして大谷義継は合理性よりも人情を選び、石田三成を支えるべく西軍に参加したわけだ。
けど西軍は徳川家康率いる東軍に敗北しちゃうのよね。ということは、大谷義次の運命も、ああ、西軍に着くことを決めた時点で、義次の末路も定まってしまったと言えるだろうな。負けると分かっているのに、それでも親友に着くなんて、義次は本当に男の中の男と称すべき武将だわ。この後の義次の行動は、単なる美談で終わらないところもポイントだぜ。あら、一体何をしたの？義次は、親友三成と共になり行き通りに散ることを良しとせず、不利な西軍を勝利に導くべく、持ち前の知略を総動員して様々な手を打ったんだ。なるほど、ここであの天下人、豊臣秀吉に、100万の兵を指揮させてみたいと言わしめた、大谷義次の希望が生きるわけね。その通りだ、中でも驚くべき事実として、義次は小早川秀明が家康と内通している、との情報を関ヶ原の戦い開戦前に掴んでいたそうだ。あの歴史的な裏切りを事前に察知していたっていうの？そして義次は小早川隊の裏切りに備えて彼のすぐ近くに布陣したってわけだ。裏切り者を察知するだけでなく、万が一の対処まで一手に引き受けるなんて、さすが秀吉に愛された希望は伊達じゃないわね。だが、ここまで盤面を読んでいても思い通りにならないのが戦というものだ。義次が小早川隊の裏切りに備えていたため、秀明の寝返り直後はうまく対処できていたんだが、その後、小早川秀明に呼応するように、脇坂、地域、小川、赤座隊が次々と東軍に寝返ると、小早川隊と戦っていた大谷隊に横槍を入れ、一気に形勢逆転されてしまったんだ。寝返り対策に置いていた軍勢にまで裏切られたら、さすがにどんな名将でもなすすべがないわよ。東軍と裏切り者の軍勢に包囲された大谷隊は果敢な抵抗を見せるが、所詮は多勢に無勢。最終的には、力及ばず大谷隊は壊滅の浮き目に遭い、義次も、もはや正気がないことを悟ると、自身の腹に刀を突き立て戦場に散ったそうだ。なんだか話を聞けば聞くほど、小早川秀明が許せなくなってきたわ。こいつさえ裏切らなければ、西軍の大落点もあり得た気がするし。実際、小早川らの裏切りで大谷隊が壊滅したことで、西軍が大いに動揺し、総崩れに繋がっているから。小早川秀明が関ヶ原の戦いにおけるキーマンだったことは間違いないだろうな。まあ感情論は置いて考えると、戦国時代では裏切りなんて珍しくもないから。ここでは、開戦前の段階で小早川秀明の裏切りを察知していた義次の能力と、その義次の読みを上回る寝返り策を準備していた家康の謀略の手腕を評価すべきだろうな。そう聞くと、戦国時代ってどこまでも業が深い時代よね。戦友と交わした自制の句。ちなみに大谷義次は、切腹の直前に自制の句を残しているんだが、この句にまつわるエピソードが、また涙を誘うんだよ。あら、一体どんな名句を残したのかしら？西軍には、秀吉の馬回り衆だった平塚為広という武将がいたんだが、為広は、裏切った脇坂隊や東軍の攻撃にも聞こたえられなくなり、最後は撃たれてしまった。ああ、小早川秀明の裏切りの犠牲者がここにもまた一人。そんな為広は、命尽きる前に大谷義次へ当てた自制の句を残しているんだ。個人に当てた自制の句って珍しいわね。どんな内容だったの？この歌は、名のために、つつる命は、惜しからじ、ついに止まらぬ浮世と思えば、という句で、主君のためならば、命を捨てることは惜しくない、永遠に生きられるわけでもないのだから、という、武士の鏡のような内容の自制の句なんだ。これぞ武士よ、どっかの小早川に耳元で100万回聞かせてやりたいわ。そこまでやると、もはや洗脳の域だろ。そして、為広の自制の句を聞いた義次は、そのついになる内容の句を残したんだ。なんだかロマンチックな話ね。義次はなんて変化を残したの？ちぎりあらば、むつののちまたに、待てしばし、遅れ先立つ、たがひやりとも、という句で、もしあの世でも縁があるとするのなら、死後の世界の入り口で待っていてくれ。遅かれ早かれ、私もそこへ行くだろうからと、あの世で為広との再会を誓う内容だぜ。こんなの聞かされたら、大号泣待ったなしよ、もう映画化決定だわ。死に際に残したたたり。さっき話したように、義次は西軍の将として関ヶ原の戦場に散ったわけだが、彼はその最後に際し、小早川秀明に壮絶な呪詛の言葉を残しているんだ。呪いの言葉を残していくっていうのは潔い最後とは言えないけど、西軍の敗北は、ぶっちゃけ全部秀明のせいって言ってもいいレベルだし、義次が秀明絶対許さないマンになる気持ちも余裕で理解できちゃうわ。西軍の将としては、秀明が無事なままだと死んでも死にきれないよな。そんな義次は、命尽きる前に憎き小早川秀明の陣へ向かって、人面獣神なり、3年の間に必ずやたたりをなさん、と叫んだと伝わっているぜ。具体的な期間に言及しているあたり、秀明への憎しみの深さが伺えるわね。ちなみに、この人面獣神ってのはどういう言葉なの？文字通り、顔は人だけど心は獣同然のやつめ、という意味だな。ああ、なるほど。裏切り者を罵倒するのにこれ以上ない言葉だわ。
けど、いくらたたったところで、当の義継本人が落命しちゃってるわけだし、このたたりも、敗者の虚しい叫びにしかならなかったんじゃないの？それなんだが、実はこの大谷義継のたたりはどういう因果か、成就してしまうんだよ。つまり小早川秀明は関ヶ原の戦いから3年以内に死んじゃったってこと？ああ、義継が残した呪詛の通り、小早川秀明は関ヶ原の戦いから2年後に亡くなっているんだ。ごくり、なんなら義継が言い残した期間より1年も早く亡くなってるじゃない。けどたたりなんてさすがに非科学的だわ。たまたま死亡時期が重なっただけよ。まあさすがにその通りだとは思うが。何よ、何か言いたげじゃない。通説によると、小早川秀明自身は大谷義継のたたりを気にしていたとされていて、秀明は晩年、彼に強い恨みを持つ義継の亡霊に悩まされ続け、その挙句に発狂して無残な最後を迎えた、と姿勢で噂されたみたいだな。じゃあ、ホラーは勘弁して。事実はどうあれ、裏切り、たたり、妖精という三拍子が見事なまでに揃っているため、大谷義継のたたり伝説は民衆の人気を集め、様々な物語や芝居を生むことになったんだ。ストーリーの流れとしては、フィクション化ってくらい完璧だし、この逸話が人気を博したっていうのもわかる気がするわね。ちなみに、この大谷義継のたたりを題材にした有名な浮世絵は、幕末から明治にかけて活躍した月岡義俊という浮世絵師の作品だぜ。関ヶ原の戦いから200年以上経っているのに、それでも新作が作られたなんて、江戸時代の人たちは、このたたり伝説がよっぽどお気に召したみたいね。ちなみに、たたりを抜きにして小早川秀明の死因を考えるのであれば、秀明の病歴から推察するに、酒の飲みすぎによる内臓疾患説が最有力だとされているな。そんな、命を落としちゃうレベルの飲んべいだったっていうの？資料によると、秀明が落命する1年前に、真瀬玄作という医師が彼を診察したところ、秀明の体には種毒の影響が現れており、その治療を施したという記録が残っているんだ。つまり、少なくとも一度は医師による適切な処置を受けていたってことよね。その時に生活を改めていれば、こんなことにはならなかったでしょうに。案外、秀明は噂通り本当に大谷義継のたたりを恐れていて、それを忘れるために酒に逃げた結果、種毒で命を落としたのかもな。そんなにナイーブな性格なら、裏切りなんてしなきゃよかったのにね。あと、大谷義継以外の成分の将たちの末路については、こっちの動画で紹介しているから、興味があったら見てみてほしいぜ。義継に負けず劣らず、他の武将たちも壮絶な最後を迎えていたもんね。ということで、今回は大谷義継のたたりについて解説してみたが、霊夢的には、このたたりの話はどうだったかな？そうね、憎い相手に対して単にたたってやるぞ、というだけじゃなくて、自分の死後3年という具体的な期間を設定して、さらには、その期間よりも早く秀明が命を落としているってところを考えると、歴史的な怪談としても、かなり完成度が高い気がしたわ。たたりの発生から落ちまでの流れが美しいところがすごいよな。この大谷義継のたたり伝説の教訓っていうのは、裏切り者には相応の報いが下されるってところに尽きると思うわ。やっぱり誰かを裏切ってまでいた成功は長続きしないものよね。霊夢の言うように、誠実に生きるっていうのは立派な心がけだと思うぜ。ところで霊夢、先週約束してた仕事の手伝いの件なんだが。あ、ごめんマリサ、急にすることを思い出しちゃったから、その約束やっぱなしで、下の根の乾かないうちに、この裏切り者が、ということで今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。どうぞよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただき、ありがとうございました。